はい、どうもこんにちは、みさきです。今回はですね、アンスタの開封動画をやっていきたいと思います。今まで箱買いというものをしたことがなくて、中学の頃から箱買い一回してみたいな、いいな、箱で買ってみたとか、なんか箱買いしたんだけどさ、押してなかったんだよねとか、箱買いしてからコンプリートしたわとか言ってみたい人生だったなとか思ってずっと過ごしてたんですけど、まあ勇気を出して今回生まれて初めての箱買いをしました。今回開封するのはこちら、反転してるかな、アンサンブルスターズメタリックカードコレクションガムですね。これなんか毎回友達と3個くらい買って引いたんだけど、マジで推し のユニットにかすりもしなくてこれ箱買いしてるんですけど、これね、中身に16個入ってて、1袋に2枚カードが入ってるんですよ。2枚カードが入ってるから多分32枚ね、この中にカードが入ってるんですけど、見てください、これカード全63種類なんで、これ1箱買ったところで全然揃わないんですよね。じゃあ今回はこの1箱で推しが出るのかというチャレンジをしたいと思います。確率63分の1かけますちなみに私の推しはね、シノはじめくん、シノのんですね。さあちょっとやっていきたいんだけどさ、私この箱、初めて箱買いしたんだけどさ、これ箱どうやって開けんのこれここなんかどうやって開けんのちょっと開けて次いきます、どうぞ。はい、じゃあ箱とね、このカードの上のね、切る部分、ここもう全部切って戻ってまいりました私さ、アンスター新規すぎて、まだちょっとね、キャラの顔と名前が未だに全員全然一致してなくて、カード出した時に、あ、この人知ってるんだけど誰だろうってなる可能性めちゃくちゃあるんですけど、先に謝ります、ファンの皆さんすいません。新規でなんで箱買いしてるんだろうねって感じだよねじゃあ1つ目いきます。2枚入ってるからね。まず1枚目、これ1枚目で押してたらどうしよう。え、待って企画終了するじゃんえ待って企画終了した出たよ1枚目で。え、待って、そんなことある。え、結婚しよう。あ、すいません、できないですねシノの出た2枚目が、あ、緑くんだ。あ、もう全然好きな組。え、待って、1枚目で出てくれればさすがに嬉しすぎるねんけど。え、箱買いした意味ちょっと面白いこれ。はい、次いきます。何枚出てくれるやろな、どうする、次でまた来たらいきます、せーの、ドン。あ、待って、アドニスだったっけ、待って名前一致させろよあ、そう、合ってるアドニスさん、あとハッシミケイトさん、暁のパフォーマンスいいよね。もう本当にさ、私本当にまだね、よく暁のこと分かってないんだけど、曲がね好きだね。歌詞うろ覚えなんだけど、なんて、いや、赤ローランさん、だだ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 歌詞覚えてから来いはい、次行きます。これね、あれなんだよね、カードと一緒にさ、ガムが入ってるんだけど、このガムがめちゃくちゃ美味しいんだよね。こういうトレーディング商品のガムってなんでこんなに美味しいんだろう。次行きます、せーの、ドン。あ、レオくんじゃん。解き放て銀の切っ先、信じる夢見せよう、イエスマイルを月に行け、はいあ、ミキだクレベの曲もいいよね。最近ハニカム様を一生聴いてる、マジでハニカムつって学校とか全然昼休みとかでちょっと乗って歌って踊ってるみたいなところある何袋目だ、次4袋目か、いきます、せーの、ドン。すごい、なんか結構レアなカード出るんだね。千秋と渚さんですね。顔がいいな、2人とも本当にね、イケメンだよね、2人とも。なんかちょっと違うんだけどさ、イケメンの系統がね、こっちは色気で、こっちはなんか正統派イケメンみたいな感じで、いい語彙どこごめんなさいね、私こういうことになると語彙力すぐ喪失するから申し訳ないです、ごめんなさいね。いきます、
次、せーの、ドン。ナスナー、ナスナー。私これラビッツ揃えれるかな。待って、もう一発目でシノノン出ちゃったから、今回ちょっとラビッツ揃えるの目標にしよう。ちょっとあと2人、あと2人あと2人だよ。あ、リッツだ。なんか色似てるな、背景色似てるな。え、ほぼ一緒じゃんリッツもいいよね。なんか若干さ、あの初見の時のこのなんかちょっとミステリアスな感じがちょっと好きだな。下ペロかわいい。え次いきます。え、でもさ、もう一発目で押し出ちゃったからさ、私この後どうやっていけばいいの簡単と言ってるけどね。次いきます、ドン。待って、私ね、大神くんでしょ。大神、こうが、けいが、え、どっち、こうが読めないのよ、名前が。そう、でもセナイズミとの区別はついてる、もうすでにね。大丈夫、そこは大丈夫ですリンネさんだよね。え、リンネさんか、リンネさんか。もう私さ、アンスタのキャラさ、顔は覚えてるし、あ、ここのユニットのキャラだなってわかるんだけど、あのね、漢字が純粋に読めなかったりとかして、覚えがすごく遅いからね、あの押してる皆さんにとても申し訳ない気持ちになる。イケメンだな、二人とも。なんかツンデレそうツンデレそうツンデレそうな顔してる。なんか若干ミリシラみたいになってるね。新規すぎるな、私もな。じゃあ次いきます、せーの、ポン。待って、名前が出てこない。待って、待って。あ、マヨイさんだ友達がなんかマヨネーズみたいだなって思ったっていうので覚えてたんだよ、私。そう、マヨイさん。いや、覚え方がすごく失礼夏目さん。友達、夏目さん好きな人いるんだよね。その子にちょっとあげよう、このカード。友達の推しが出たらもう友達に譲るというスタイルでみんなやりがちだよね。友達の推し出たら友達にあげるよね。いきますはい、お、アメイジング響き渡るさん。あ、しのぶくんじゃん、しのぶくんじゃん。ちなみにね、この2人ね、同じカードが前友達と引いた時にも全く同じカードが出てるんで、あの前友達と引いた時のを比べたらダブリこの箱買いの中では今んとこダブってないね。同じキャラ出てないですね。すごいね、ダブリがないのって地味にすごいと思うね、本当に。あ、箱がしたらダブリはないのかな、どうなんやろね。でも揃わないでしょいきます、次、せーの、ポン。お、つかさじゃん、つかさじゃん。と、いつきさんお世話になってます。格式格式だよ。時計仕掛けの摩天楼から。宮古劇好きすぎて、よくなんか友達と一緒に宮古劇を合唱してる、アンスタ好きの友達とやべえ、頭から離れねえなっつって宮古劇を、時計仕掛けの摩天楼から楽しそうやな、自分。はい、いきます、せーの待って、あのね、わかる、優生隊の子だなわかるのよ。すごい元気いっぱいで可愛い子だなって思ってるんだけど、名前が出てこない待って、絶対見たらあーなる。見るね、ちょっと。なぐも、あ、と、え、テトラ、そう、テトラくんテトラくん、そう、テトラくん。もう本当に覚えよう、私。もうこのカード引いて覚えていこうって感じ、本当に。あ、アイラくんだ。私本当にさ、アイラくんの CV を天崎さんにした人に本当にね、賞状を与えたい、本当に。マジでね、解釈値っていうか、まあ、天崎さんの、声が好きすぎるので本当にありがとうって感じ。ラブーイって言ってるね、アイラくんも。なんかそのラブーイって言ってるのを言ってる天崎さんを想像した時に好きってなるでは次いきます。ちなみにね、残りね、これ含めてあと6袋です。ちなみにまだラビッツのね、残り2人はね、まだ出てないですね。いきます。トムヤくんとミツルくんがまだ出てないのよ。いきます、せーの、ドン。つかささん、つかささん、つかささん。なんかこのラインがいいねわかる人いる？
このラインがいい。そんな真剣に。なんかこのなんかね、マイクもいい味出してるよね。次いきます。あ、ゆずるさんじゃん。2人ともやっぱ顔がいいよね。なんかやっぱさ、アンスタのキャラ顔がいいよね。でなんか個性強いじゃん、アンスタって。私なんかヒップ前からヒップ前に前ハマってて、そっからちょっと軽率にアンスタに手を出してやってるんだけど、ヒップ前も大概キャラ濃いんだけど、ヒップ前を超えてきてるよね、アンスタって。なんかもう私アンスタ本当にやり始めて初期の頃の感想って、カルピス原液で飲んでるだったから。本当にカルピスこれ原液そのまま飲んでるんじゃないかなって思うくらいキャラが濃い。ちなみに中学の頃ね、アンスタハマらなかったんだけど、アニメ全部見てて、でキャラが濃すぎてキャラから入っちゃったから、曲からじゃなくて、曲とか顔じゃなくてキャラから入っちゃったから、若干キャラが何も知らないのに濃いからさ、なんか引いちゃって、それでちょっと冷めたところあったんだけど、今思えば曲から入っときゃよかったな、ちゃんと音楽聴いときゃよかったってすごく後悔しています。はい、次、せーの。 H さん、 H さん電子音位 H だよ、似てない。H さん割とさ、こんな爽やかな顔してるけどさ、割と結構オタク気質というか、なんかシノのめちゃくちゃ好きなあたりとか、割と好感が持てるよね、シノの推しとしてね。すごいなんか笑顔で貢いでそうだ。ジュンくんですね、ジュンくん、アンデッド。あれだ、私さ、アンスタのさ、ES ミュージックガーデン映画館で見てきたんだけど、ペンライト持ってるお姉さん方本当に鍛錬されてたよね。すごい面白かった、本当に。振りが完璧なのよ。最初にアンサンブル体操から始まるんだけど、ペンライトでみんなキラキラのアイドルにって振ってて、こうやってるから。なんかアンサンブル体操をしてる映像が流れていることよりも、それを流れてそのペンライトで振りが完璧な観客にちょっと私は若干つぼってしまった。次いけます、せーの、ドン。ともやくん、ともやくん可愛いよ。ともやくんじゃん、可愛い、可愛い、天使だよね、本当にラビッツのみんなって本当に天使。あ、まことくんだ、まことくんだ。なんかさ、まことくんの声がさ、声の話ばっかりしてるけどさ、森久保さんなら地味にハマってる気がする。声とキャラが割となんかハマってていい。若干ちょっと弱気なところっていうか、おどおどしてる感じがすごく私は好き、まことくんの。あみたいな。伝われ。え、ともやくんかわいいな、でも。かわいいね。あとはみつるくんだね。あとはみつるくんだよ。あ、みつるくん、ダッシュダッシュダッシュ。これ何もアンスタ知らない人見てたら、私がただの変人だよね。いや、もう変人の自覚あるんですけど。あとね、残り3袋です。いきます。もう何袋目けど数えてないね。せーの、どう。あ、待って、あ、分かるよ。ナイツなんだけど、待って、名前が出てこない。いや、わかるんだよ、キャラもわかるんだけど、名前と顔がね、やっぱなかなか、なんだったっけ。そう、嵐くん。そう、もうね、漢字を並べ見たら思い出すんだけどな、ほんとに。あ、つむぎばいせん。いいですね、今日もそのメガネ。ほんとさ、スイッチの楽曲の話にすると、スイッチはなんか近未来的なこう機械音がさ、ちょっと多めなところがすごく私はね好きですね。エメラルドプラネットがね、私スイッチの曲の中で一番好き。エメラルドのプラネット。はい、残り2箱。みつるくん来い、みつるくん来い。これ言ったら来ないんだよね、びっくりびっくり、これ言ったら来ない。でもなんか私さ、あ、一発目シノノン出たらどうしようとか言って、一発目シノノン出たからさ、みつるくんワンチャンあるよね。いきます、せーの、ドン。あ、ひめるさんだ、めるさんだ。え、来ましたイエーイ。揃ったよ、ラビ揃った、ラビ揃った。ひめるさん、ひめるさん今日も色気がいいですね。え、ラビ揃った。
でもただね、あの、ともやくんが、スペシャルカードになるのかな？ノーマルじゃなくて。なるんだけど、え、ラビ揃ったよ。嬉しい。私、ラビって好かれてるかもしれない。毎日ね、MV 見てるから、私ね。メルティーキッチン踊れるよ。浮かれてぴょんぴょん、飛び出てぴょんぴょん、うさぎでございます。やめとけ。最後です。これが最後。もうね、どのキャラが出ても、特に、あの、悔いはない。あわよくばちょっとし、もう一回シノ飲んでないかなとか思ってる自分はいるんだけど、たぶん、なんか見てる限りダブリがないから、そう思ったらまた別のキャラ出るのかなって感じ。誰がいいかな。あの、友達がね、あの、最近アンスタにハマらせた友達がいるんだけど、北斗くん推しなんだよね。で、北斗くん出てほしいかな、ちょっと。友達にあげたい。この前箱買いしたから、箱買いした時にさ、北斗くん出たからあげるよ、みたいな感じであげたい。いきます。せーの、ドン。あ、待って、私ね、この双子の区別未だにできないんだけど。え、ひなた、ゆうた、どっち？え？待って。ちょっと待って。北斗くん出てほしいな、とか言ったら、割スペシャルカードの方で北斗くんが出てきたんだけど。え？ありがとう、北斗くん。出てきてくれて。友達にあげる、今度会った時に。中学の頃の友達だからあんまり頻繁に会うわけじゃないんですけど、いや本当に、え、嬉しい。北斗くんが私の推しってわけじゃないんだけど、嬉しい。え、そんなことある？一発目に自分の推しが出てさ、最後に友達の推しが出るって、え、私素晴らしくない？ちがじさん。あ、ひなたくん、こっちがひなたくん。え、これさ、色で区別したらいいの？これピンクとこのなんか水色みたいな感じだけど、どっちがひなたで、え、葵くんだよね、もう片方の子ね。いや、もう斉藤聡馬さんの声なのがマジで最高だし、トゥインクの曲はマジで全部好きなんだよな。なんかどれも中毒性があるっていうか、エデンもそうなんだけどね。エデンの曲もどれも中毒性があって、めちゃくちゃ好きなんだけど、トゥインクも同じだよね。めちゃくちゃ中毒性高い。なんか、いつの間にか聞いちゃってるみたいな。あ、再生ボタンまた Spotify で押しちゃったな、みたいな。感じ。え、すごい。でも本当に、めちゃくちゃ、これで全部です。これで全部。これガムの消費16個もあるけど、大変やな。いや、でも今回は、全部集めて重ねたら、一箱でこんな分厚さになる。箱買いってすごいね。めちゃくちゃ分厚くなるじゃん。強っ。なんか、こうやって見たらさ、めっちゃカラフルだよね、アンスタ。カラフル。カラフル、カラフル。じゃあね、ちょっとラビッツ揃ったから、ちょっとラビッツをちょっと並べたいね。並べたい。並べてこう出したい。え、でも本当に、結構、私が、あの、前買った時、この同じカードを友達と買った時は、もっとわかんなかったの。顔見ても誰だろう、この人とか思ってたんだけど、正直申し訳ないことに。今回はね、全然あの、顔はみんな知ってた。顔は、ちょっと名前出てこない人は数名いらっしゃったんだけど、数名どころじゃないか。でももう、結構覚えてるんで、もう絶対に覚えます、今後。すいません。多分ね、2週間くらいには全員一致してると思う。ラビッツ揃いました、見て。なんか、ともやくんだけすごい。え、ま、なんかさ、ここさ、なずなとさ、みつるくんがさ、二人ともなんかこう、同じ角度でなんか手、右手？左手？右手だね。右手上げてるのかわいい。かわいいよ。みんなかわいいよ。もうラビッツの衣装最高だよね、本当に。ラビッツのあの、メンバーをこう集めたのと、この衣装を考えた人と、ラビッツのね、楽曲を提供した方と、声優さんと、まあまあ、もうハッピーエレメンツだね。もうハッピーエレメンツに感謝。素敵な、あの、私たちみたいなこういうね、可愛い男の子がね、好きな人のためにも、あの、需要っていうか供給をね、あの、続けてくださって本当にありがとうございます、ハピエリさん。さあ、一箱買って推し出るのかってチャレンジなんですけど、一箱買ったらまさかの一発目で推しが出て、一箱買ったら推しのユニットがまさかの全部揃ったということが分かりました。今回の場合だけどね、今回の場合多分次調子乗って同じことしたら出ないような気がするんだけど、いや、すごい嬉しい。正直なんかもう出ないだろうなって思いながら、出てほしいけど出ないだろうなって思いながらやってたから、めちゃくちゃ嬉しいです。ではこんな開封動画でした。
見てくださった皆さん、ありがとうございました。バイバーイ。